こんにちは MB です今日は10月8日夜9時から10月9日夜11時まで受付します MB スタンダードシリーズ計4型と香水新作香水の発売の告知をお届けいたします4型ちゃんと説明するとまずは MB スタンダードモッツコート税込みで29,000円 MB スタンダードテーパードスラックスフルレングス税込1万1000円 MB スタンダードフレアスラックス税込1万2000円そして MB スタンダードニットこれやっと間に合いました税込1万2000円さらに MB ハイエンドフレグランスオードトアレバイ MB ボディバックコンシャス価格税込みで1万5000円この計5型ですかね計5型を紹介させていただきます10月8日発売でございます はいというわけで一個一個紹介していきましょうまずはスタンダードシリーズの新作モッツコートででですすすねねこれは作作スタンダードシリーズの中で過去最高傑作なんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどスタンダードシリーズそもそもちゃんと説明するとですね実はスタンダードシリーズは一部違うんですけどほとんど同じ素材を使っています。 このツイル素材のウールライクな素材を使っていてしわになりにくくて洗濯機で洗うことができるっていうのがこのスタンダードシリーズの大きな特徴です。これで今までジャケットだったりスラックスだったりとかさまざまなものを作ってきたんですけれどもコートも今まで1型やったかなで今回2型目のコートになるんですけれどもコートもパンツもちょっとパンツとかもね全部これ同じ素材で作ってるんですよ。そうすることで、まあ、生地リスクを 分散できるというか、まあ、コストに還元できるっていうところがこのスタンダードシリーズの大きな特徴かなというふうに思っておりますで生地もですねこれ本当にこう吟味して吟味して選んだ生地でこれ長年これ使ってるんですけれども昔はこれじゃない生地使ってたんですけど長年スタンダードになってから名前変えてからこの生地使ってるんですけれども生地感めちゃくちゃいいんですよ割と厚手で、まあ、だからショートパンツとか作るとちょっと生地は厚いんだけどどちらかというと。 あの春とか秋向けの夏とかじゃなくてね春とか秋向けの結構厚手のツイル素材ですからね厚手のツイル素材になっていてこのコートもですね中にインナーダウンとか入れちゃえば全然問題なくあの冬とかでも使える素材感になっています、まあ、モッズコートってもともとね薄手の素材感になっているので通常のその軍物とかで流通しているような古着で流通しているようなモッズコートと比べるとちょっと生地感むしろあこっちの方が厚いぐらいですね。でなおかつ 見ての通りですけどウールライクな素材感になってるのでモッツでもかなりモードな雰囲気に仕上がってると思います。で今回はですね 全てのスタンダードシリーズがそうなんですけど2色展開にしました黒とこちらのダークカーキの2色展開になっていますダークカーキが最近めちゃくちゃ人気があって前回出したこのダークカーキのスラックスとかもすごいこう人気がありましたむしろ黒よりもダークカーキの方が需要があったんじゃないかなというぐらいの数字がついてましたけれども切るとこんな感じですねあのゆったりしたモッツコートのデザインになっているんですけれども着丈も長くてだいぶモードな雰囲気に仕上がっております のサイズも大きく凝ってかなり光沢のあるものを使っているのでハイブランドとかでもよく見かけるような光沢のある大きいボタンとかを使っているので安っぽさは全然感じないいと思います、えー、前のあのジップとかもですね逆回になってダブルジップになっていて下からでも上からでも開けられるような,なんかいろんなアレンジができるようなデザインになっているかなというふうに思います。 モッツも、ね、いろんなあのデザインのバリエーションがあると思うんですけど結構いいとこ取りをしたモッズの我々のオリジナルデザインになっていて群、まあ、物からあんまりはみ出さないようにはしてるんですけれどもいくつかの群物の中でもあのモッズのいいとこ取り いくつかのその年代とかからあのいいとこ取りをしてですねポケットはこうだよなとかフードはこうだよなとかシルエットはこういう風なのがいいよなとモッツの完成形を目指して作ったモデルでございますアームのこの部分とかも絞ることができるのでグッと絞ってあげて袖をまくって着ることもできるので割と長いシーズン使うことができるんじゃないのかなという風に思っております首元も結構高めになっているので小顔効果もあって裏地がねついてないモデルになっていますので冬も使えるけど春先も全然問題なく使える で非常に使い勝手のいい、まあ、あのアイテムになってるんじゃないかなというふうに思いますパーツ類も多いですしあのウエストもウエスト部分も絞ることができてポケットもついていてでテールも結構長くなっていて生地の溶着もだいぶ使ってるしでフードもですねドローコードがついて絞ることができるいろんなギミックがついて税込み2万9,000なんでこれ結構お値打ちじゃないかなというふうに自信を持ってお届けさせていただきます続いてこちらですねスタンダードテーパードスラックスのフルレングスバージョンですね えこれもうずっと出してるスラックスなんですけれどもずっとあのアンクル丈でで出させててもらってたんですねで今回フルレングスバージョンを制作したので発売となります以前もフルレングスのバージョンのスラックス出したことあると思うんですけれどもやっぱりすごく需要が高くて今回またこの素材を使ったフルレングスで再販になっております。 えセンタープレスがついていてでセンタープレスステッチでたたいてあるので半永久的に消えないセンタープレスになっています洗おううがが何しようがこのセンタープレスは消えないですでさっきから言ってる通りですけども,もちろん洗うことができるしシワにもな,らな,なりにくいのでえ洗いざらしのまま着ても全然シワ感が感じられずにえ使うことができるのでめちゃくちゃイージーで使いやすいアイテムだと思います。 かなりね評判がいいのがこういうスラックスであのウールライクのいい素材感だとどうしても洗濯ができないで,できるアイテムでもやっぱりシワがちょっと残ってしまうっていうのが多かったと思うんでなかなかスラックスって日常使いするのちょっと抵抗ある人も多いと思うんですけどこれは本当にガンガン使ってガンガン洗って全く問題ないし洗って。 ハンギングしとくだけでこの状態になるんですよシワが消えるんですねなのでまあ、そういう意味でデニムみたいにガツガツ使えるスラックスっていうところで非常に評判がいいですでウエストもですねタックインできるように前面はゴムを入れずに背面だけゴムが付いていてシャーリング仕様になっています履き心地はだからいいしかなりサイズスパンも広いですだからサイズを間違えてもし買ったとしてもね100歩譲って間違えて買ったとしても間違えないようにサイズ見てほしいんですけど間違えて買ったとしてもほぼ問題がないぐらい ウエストは伸縮するのでかなり履き心地とかサイズスパンサイズ幅もすごく広くてですね、えー、使いやすいアイテムになってると思いますフルレングスもあの裾に向けてかなり強めにテーパードしてるので綺麗なシルエットになっております。 今だと、ね、こういうアイテムちょっとねワンクッションぐらいつけてはいてあげるのがあのトレンドかなというふうに思います革綺麗な革靴とかえこういうきれいな素材のスラックスとかでちょっとこう裾をルーズめにあの合わせてあげたりすると今っぽい印象になるんじゃないのかなというふうに思います。 展展開開はねね同じですす、ねえー、ダーーククカーキと、えー、ブラックの2色展開になっています今まで何色かで展開してたんですけど今回からですねスタンダードシリーズ2色に絞って、えー、展開となっておりますでスラックスだいぶ前から要望があって作ってくれないかって話があったんですけど1回やったんですけど今回ようやく再販になりますフレア スラックスまた再販になりますこれ待ってた方多いんじゃないのかなというふうに思っております、えー、黒のフレアスラックスとで今回からですね新色ーダークカーキのフレアスラックスも展開しますフレアでいい形ってなかなかないしでいい感じの素材でいいぐらいのシルエットのフレアってなるとデザイナーズブランドしかやってなくて高いんですよ 3万4万出さないと買えないみたいになっちゃってでも例えば安い量販店とかでフレア買おうとすると、まあ、4 5 0 0円ぐらいで買えるけどなんか素材感がチープで嫌だっていう人多いと思うんだけど本格的なウールライクな素材感でガツガツ使えて家で洗えてしかもフレアがちょうどいい。 これかなり考えてて作っています、えー、ウエストタックをつけてですね、えー、ウエストの位置もちょっと高めになってハイウエスト、まあ、ハイでもないんだけどちょっと高めの位置になっていますで裾に向けて自然に広がったブーツカットになっているのであんまりこう派手な広がり方でもないしユニクロのフレアみたいにほんのり広がってるっていうわけでもないです。程よいいいぐらいに広がっていて ちょっと腰を落とし気味に履くとクッションつけて履くとワイドっぽくも見えるしちゃんと腰を正しい位置にしてあげると、まあ、フレアとして程よい広がりになっているのであの裾が綺麗に足が綺麗に長く見えると思いますしあんまりこうフレア感が強くない、まあ、リーバイスというとこの646みたいなドカッと広がるっていうよりは517ぐらいのほんのり綺麗な広がり方になっているので非常にバランスいいアイテムになっているんじゃないかなというふうに思います。細かいんですけど実は あのさっきのフルレンガスのテーパードスラックスと比べてもディティールが結構色々変えてあるんですねこの辺あの別に気づかなくてもいいんですけど僕ら割といろいろ考えてあのデザインしてるんですけどこのフレアもですね背面はさっきはウエストゴムが入ってたけどこれゴム入ってないですあのフレアでゴム古着とか見てもわかると思うんですけどあんまり入れないしちょっと入れるとなんかダサっぽくなるんでこれは入ってないですテーパードの方はですねボタンウエストボタンなんですけどこれフックになってます この辺ちょっとね。ドレス感を意識して割ったりしますね。まあ、ドレスのスラックスでフレアってたまにあるじゃないですか？あの麻生大臣とか結構フレアのスーツ着ますよね。あの僕、麻生さんの服装好きなんですけど、麻生さんってスーツ？ ちょっととモダンななスススーーツ着られれるることが多くくててフレアのスラックスよよ履かれてるイメージなんですよ、まあ、リアルに会ったことはないんですけどあの動画とかで見てるとフレアのスラックスとか履かれてるなって,思っていつも思ってるんですけど、まあ、いつもじゃないけど、まあ、たまに履かれてるイメージがあるんですけれどもさすがに毎日着てるのとか分かんないからね。で、まあ、そういうスーツで使うフレアスラックスを今回は僕は意識してですねだからあのウエストもですねスーツでよく見かけるようなこのあのボタンではなくてねこのフックにしてあったりだとか。 えー、背面のベストにもゴムをつけないようにしてドレスを感じさせるようにしていますで後ろのバックポケットもボタンとかつけてないですね、えー、あとは前面のポケットもスラッシュになっていたりだとかややドレスを意識したようなディティール使いになっていますかなり上品なフレアスラックスに仕上がってるんじゃないのかなというふうに思っておりますこれはね本当あのいろんな着こなしに合わせられるような程よいフレア感になっているのでフレア初心者の方にももしくはフレア迷子の方結構いると思うんですよフレアなんかいろいろ買ってる けけどどどなななんんかどれもピンといいいみたいな人いると思うんですけどフレア迷子の方フレア初心者の方に是非おすすめしたいアイテムだと思います値段も手頃になっているので是非よかったらチェックしてみてくださいそしてニットですね、えー、ニット開発してたんですけど間に合うか間に合わないかみたいなギリギリのラインだったんですけどなんとかこの発売に合わせることができました、えー、ハイネックっぽいんですけどそんなにネックサイズ高くないですまあちょっと首元に少しかかるぐらいクルーネックよりもほんのり高いぐらいの、えー、ニットですねで身幅が広くて だけはそんなにあの長くなっていない。 ややシンプルめななニットになっていますでこれ春でも使えるようにハイゲージのニットにしてありますハイゲージでこうちょっと伸縮性があって落ち感のあるようなニットにしてあるので、まあ、スウェットみたいな感覚で使うようなニットに仕上げてあります、まあ、実際そのシルエットの作り方とかもスウェットだとあのスウェットに近いと思うので身幅が広くてね、まあ、こういうちょっとこうハイネックなのも古着のスウェットに近いと思うので古着のスウェットみたいな感覚なんだけど素材感はラグジュアリーなニットっていうところで開発させてもらいました。で裾もですねあの リブをつけておらずに綺麗なシルエットになっているのでカットソー風のシルエットになってますねでえっ、ー、と大きな特徴としてがこのラインちょっと見にくいと思うんですけどサイドに実はラインを入れてあります、まあ、借りにくいとは思うんですけど本当にこうシンプルなニットで使い勝手いいんですけどちょっとデザイナーズっぽい印象が残るように、まあ、白の糸をですね入れて、えー、少しワンアクセントをつけるようにしていますだからちょっとこう見えるような感じですねこれがあの イイイメージとしてはインサイドアウトな感じですね本来こういうなんかこう縫い目の部分ってあんまり表に出さないんですけれども、えー、裏,に裏側に回すことが多いと思うんですけども今回は表側に出してでその表側に出てるインサイドアウトのこの縫い目。 が分かりやすくすすくるるために白糸をつけているっていう感じですねだからすごくシンプルで着回しやすいニットで手頃な価格でオールシーズン使えるっていうところで結構皆さんあの助かるアイテムだと思うんですけれども何もなきゃ何もないでちょっとつまらないと思うので素材感にはこだわって高級感のあるような風合いにしてでなおかつこのインサイドアウトでちょっとこう表情が出るように仕上げたのがこのスタンダードニットでございます。カットソー使いの方も 多いかもしれないんですけれどもまあ、このニットだとカットソーにちょっと延長線上ぐらい少しカットソーより厚手のぐらいなのであのローゲージのニットとかだと厚くて使えないっていう方も厚がりの人とかにも使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います黒もですねこういう風に白糸が入ってるんですちょっと見えるかな実際にはもうちょっと見えるんですけど、まあ、こういういこういう感じですね こちらが12000円の2色展開黒とグレーになってますね、えー、そしてですね最後は MB ハイエンドフレグランスオードトワレ by MB ボディバックコンシャスこちらがですね開発期間ちょっと長めにとってしっかり作った香水なんですけれどもパッケージから、えー、オリジナルで製作してまあ、ギフト需要にも対応できるように作ってみましたオードトワレですねオードトワレですねオードトワレ by MB でシリーズとして作っていてボディっていうシリーズで作ってます えー、今回「ボディバックコンシャス」っていう名前になってるんですけど「まあ、あのボディ&」っていうのがこの香水のシリーズ名でバックコンシャスがいの種類ですでこれ好評だったら今後匂いを拡大して何種類かの匂いでやろうかなと思ってるのでこれ売れなかったらこれ1個で終わりになりますっていう感じなんですけどボディ、まあ、体につけるからボディでこれはバックコンシャスっていうのは僕はこの香水作る時に連想させるような匂い。 そのシーンを連想させるような匂いを考えてバックコンシャスっていうのはすごいさいい匂いの人とかまあイケメンとかさ綺麗な人とかさ何でもいいんだけど道ですれ違ったときにふっとこういい匂いがしてイケメンだったりするとさ振り返るじゃないですかその時にすごくいい匂いがこう漂う時ってありませんなんかイケメンとかあの綺麗な人とか何食ってんだか知らないけどいい匂いするじゃないですかすれ違ったときにあの人綺麗だなとかあの人かっこいいなと思って振り返るとほんのりいい匂いが香る だからバック背中でその匂い,いい匂いがするっていうバックコンシャスっていう名前にしたんですね。本当にイケメンのとかとすれ違った時に。 いい匂いがするこいつ何食ってんだろうって思われるような匂いっていうところを考えて作ってみました、えー、実際結構爽やかな香りでですねあんまり癖がなくちょっとほのかに色っぽく香るような匂いです匂いの説明すごく難しいんですけれども一応匂いの種類とかあーテイストとかはですね商品ページの方に書いてあるのでぜひ参考にしてみてください m b アイテム、えー、普段買われてる方はですね匂いのサンプルの紙をですね封入してお届けしているはずなのでこれ買いでいいなと思って たらぜひ手に取ってみてみくださいただ香りに関してはかなり信用していただいていいんじゃないかなと思います僕香水、えー、今まで2個ぐらい出してますけどいずれもすごく好評で割と完売早かったのであの需要としてはすごく高いと思いますで何回も何回も香水再販ありませんかって言われるんですけれども、えー、今回その再販リクエストに応えてしっかり作ったという形になっております。 で、えー、とパッケージ見てもらうと分かる通りなんですけどマスターボトルとアトマイザーのセットになっていますでこれマスターボトルとアトマイザーは簡単にそのアトマイザーの中にこの香水を入れることができて普段はこのアトマイザーを持ち歩いて使ってもらう。 で足りなくなったらこのマスターボトルかららままた補充してててもううっっいう形になってますアトマイザーが 5mL の容器になっていてマスターボトルは 50mL 入っていますて 50mL の香水ってじゃあどのぐらいなのかって言われるとまあどのぐらいの頻度で使うかにもよるので一概には言えないんですけどこれあの香水専門に作ってる会社さんにもちろん委託してやってもらってるんですけれども 50mL だと基本的には約10ヶ月持つ。 といいいうふうに、えー、言っていいそうなのでただまあもちろんね普通に香水使うってもちろん毎日使ったりすると思うのでそういうことも想定されて10ヶ月というふうに表現しているので正直かなり持つと思います、まああんまりこういうこと言っちゃうのもよくないと思うんですけど僕そんなに実は香水って使わないんですよ。特別ななことがある時しか僕香水つけないので週に1回 つけるかなっていうぐらいでしか香水って僕つけないんですねだからそういう使い方をするのであればもっともっと長持ちすると思うのであの再販以来いただくのはすごくありがたいんですけどもしかして皆さんすぐなくなっちゃってるのかなと思ってあのこのぐらいの容量あったら十分なんじゃないかなっていうのも考えてマスターボトルをセットでつけさせていただきましたまあ、多分これだけあればあのかなり長い期間使い 使いい続けるることとができるかなという,ふうに思っております好評だったらこのマスターボトルだけアトマイザーなくマスターボトルだけで販売するとかももしかしたらあるかもしれないですしちょっとロットの関係で難しいこともあるかもしれないけど何よりこのシリーズが人気だったらまた違う匂いとかも開発してですね発売していこうと思いますので気になる方は是非手に取っていただければというふうに思っております。パッケージ結構かっこいいでしょ でこのままねギフトとしても使っていただいてもいいと思いますしすごくそのアイテムとして完成度高くなったんじゃないのかなというふうに思っておりますよろしければぜひ、えー、試してみてくださいというわけで、えー、今回はですね全5型ですね10月8日9時から発売ですスタンダードシリーズ4型と香水の一挙発売のセットとなっております是非お見逃しなくチェックしてみてくださいそれではまたお会いしましょう MB でしたバイバイ